時間になりました。本日はですね、公務員試験司法試験に直結する民法特別講義というものを始めさせていただきます。で、レックに C ブックっていうテキストがあるんですね。で、この C ブックの民法総則っていうのが新しくなりまして、今回出版されました。で、これ独学で法律勉強する人にとってすっごくいいテキストなんで、このご紹介も兼ねて、この C ブックの抜粋を使ってですね、民法特別講義、これをしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。で、この民法初学者向けに、1時間半ですけど、前半は民法の全体の基礎となることと詐欺っていうものをやっていきます。で、後半は代理というものの基礎をやっていきます。で、できればお手持ちに6法用意してください。で、6法ない場合も条文引きますので、インターネットで民法っていうのを検索していただくと、総務省が民法の条文をね、並べてるんですね。それを出しといていただけると、スムーズに進むと思います。よろしくお願いします。じゃ早速、C ブックの民法を早速ペラッとめくると、こんな感じになっています。で、C ブックの2ページ目の民法序説、というところから見ていきたいと思います。で、1の1の民法入門。1、民法とは何かということを見ていきましょう。民法とは、司法関係。これ、私法と書いて司法と呼びますけど、司法関係に適用される最も一般的な法律であり、司法の一般法と呼ばれています。何言ってんだろうって話ですね。で、右側の図見てください。国と私人っていう言い方をよく法律ではします。私人っていうのは我々のような人間を考えてください。あとは会社みたいなものも入ります。会社みたいなものを法人っていうんですけど、そういったね、会社みたいなものを法人っていうんですけど、これも入ります。法人 EX 会社。あと、自然人って我々の生身の人間。こんなものを合わせて私人と言います。まあ、我々の人ということですね。で、このね、私人と私人に関係する法律を司法関係といって、民法とかっていうのは司法関係の一種です。で、C ブック読み上げてても面白くないんで、C ブックに書いてることをざっくり、私、口頭で説明しますけど、結局、この民法っていうのは、私人と私人の間の財産関係について定めた法律なんですね。どういうことかというと、例えば、私が友達の A さんに100万円貸した。100万円返してくれ。これは民法で、民法で成立する話なんですね。あとは家族関係とか親族関係。これについても民法が、決めています。で、一方、国と私人の関係を公法って言うんですけど、ここに公法関係ってありますね。憲法って実は公法です。憲法ってのは国は平和主義で平和を守らなきゃいけないとか、そういったルールを定めてますよね。で、民法ってのはあくまで私人同士のルールなんだっていうのをまず頭に入れていただきたいということになります。で、どんどんね、取りますね。7ページ見てください。で、民法の全体像、契約の意義ってあるんですけど、民法で一番大事なのは何かっていうと、やっぱり契約なんですね。契約という概念がやっぱり民法で一番重要なので、それを少し見ていきましょうということです。で、この7ページのレジュメの真ん中に事例1と事例2、これがあります。これ典型的な事例なんで見ていきましょう。事例1。A は B と、B の所有する公建物を5000万円で売買する契約を結んだ。これが事例1ですね。で、これです。A が B と売買契約を結んで、買い主は 公建物っていう建物を買いたい。で、売り主に5000万円渡すってことですね。で、事例2は、買い主 X と Y でお金を貸す契約を結んだ。X は Y と Y に100万円を貸して、1年後に110万円を返してもらう契約を口頭で結んだ。で、いろんな話あるんですけど、今日はね、ちょっと1時間半しかないので、この事例1の契約を結んだらどうなるかっていうのを簡単に検討していきたいと思います。で、それがですね、14ページ見てください。
事例1と事例2の契約を結んだらどうなるか。これね、契約が有効かどうかずっと検討してきたんですけど、結局こう、有効な契約の効果。契約という法律要件が有効に効力を生じた場合、法律効果として、債権債務の発生と物件の移転の2つが問題となるが、事例1の場合は1、2ともに発生し、事例2の場合は1のみの効果が発生する。難しく書いてますけど、ここで要件効果っていう言葉で、まあ、テキストも別な部分に書いてるんだけど、これを簡単に説明しておきます。要件効果っていうのは、なんちゃらならばの部分。効果っていうのは、点点点であるの部分を言います。で、詳しく文章で見たい方は、これセブンサミットの4ページに、このレジュメに書いてるんで、後で見ておいてほしいんですけど、簡単に言うと、要件はなんちゃらならば、効果はなんちゃらであるの部分。例えばね、これからやるのは、売買契約を結んだら、これ売買契約を結んだならばの部分ですね。買い主は、売り主に、建物を引き渡せと請求できる。これは常識で考えていただいて損ですけど、物を買ったら、物をよこせって言えますよね。それを法律的に表現すると、売買契約という要件があったから、物の引き渡し請求権が発生するという効果が生まれるって表現するんです。もう一個例やっておきましょう。もしね、お手元に6法があれば、刑法199条を引いていただきたいんです。刑法っていう法律を引いて、199条ね。刑法199条は、人を殺した者は、死刑または無期もしくは5年以上の懲役に処す。まあ、人を殺したら刑罰があるわけです。で、これも要件効果で言い換えることができて、人を殺したならば死刑、無期懲役または5年以上の懲役に処せられるという効果が発生するということになります。で、すべての法律ではありませんが、大部分の法律はこの要件効果で表すことができます。で、大部分って言ったら例外もあるんですね。そうじゃない法律もあるんです。で、皆様方が、司法試験とか公務員試験、あるいは法学部の学習で最初にやっていく民法とか刑法っていうものは、基本的に要件効果でできてる。で、そういうものになります。他の法律だとちょっと違うものもありますけど、そう考えてください。よろしいでしょうか。でね、ちょっと、14ページに戻りましょう。で、さっきの事例1の場合、物を買いましたよって場合は、A、B 間の売買契約により、1については、A に、こう建物の所有権移転登記請求権が、B に代金支払い請求権が発生し、2については、こう建物の所有権が B から A に移転する。はい、途端に難しくなりましたけど、ゆっくり考えましょう。これね、A さんが B さんの、こう建物を買って5000万円を払うって契約でした。で、ここをね、理解できれば、だいぶ民法のレベル上がるんで、ちょっと頑張っていきましょう。まずね、買い主 A は B に、所有権移転登記請求権っていう権利を持ちます。でも、はてなって感じですよね。で、まず、登記っていう概念を知ってほしいんです。登記。で、登記って何かというと、建物とか土地って、例えばね、竹山君が建物と土地を持っていることを法律的には所有すると言いますね。もっと権利の言葉で言うと、竹山はこの土地建物について所有権を有するっていう言い方をするんです。ただ、所有権って目に見えませんよね。で、例えば私がこのペンみたいな動くもの、これ動産って言うんですけど、動産ね。
動産だったら竹山がこれを持ってるから、多分竹山がこのペンを所有してるんだろうっていうのはなんとなくわかります。でも不動産。これは定義は建物と土地です。不動産については、例えばね、竹山がこの家を本当に所有してるのか、よくわからないですね。で、あと不動産の所有権って誰にあるかはっきりさせないと、まあ、このアパートを借りようと思ってる人も誰が所有者かなってわかんないと不都合だし、土地の売買なんかも不都合が生じます。ちなみに動産の定義は不動産以外です。で、まあ、この世の物は民法上は動産と不動産に分けられるわけなんですけど、不動産っていうのは重要な財産で、かつ所有者が誰かっていうのを登録できた方がいいから、この不動産に関しては登記ができる。これは所有権などの権利者を登録できるとしたんです。これが登記という話なんですね。いいでしょうか。じゃあここまでですか。不動産ってのは重要な財産だし、誰が所有者かを見たらわからないから、不動産に関しては所有権などの権利者を登録できる。じゃあ14ページに戻りますね。こう建物を買った A さんは売り主 B に対して、これ建物ね、もともと B さんのものだから B 名義の登録登記がされていたはずなんだけど、それを A の元に移してくれということができます。で、この登記ってのは、売主と買い主が両方法務局に行って手続きをしないと移らないんですよ。だから、A さん、B さんに自分と協力して登記を移してくれっていう権利がある。その所有権の登記を移してくれっていう権利を、所有権移転登記請求権と言います。もちろんここには書いてませんけど、建物の鍵とかを引き渡してくれって請求する権利もあります。一方で、売り主は買い主に対してお金払え、代金支払い請求権という権利がありますね。で、さらに、こう建物の所有権っていうのも買ったら A さんに移転します。これ後でやりますけど、建物とか土地の所有権っていうのは契約の瞬間に移転するって考えるんですね。これが権利関係になります。いいでしょうか。ちょっと難しくなってきたけど、ゆっくり考えてくださいね。民法ってやっぱ権利と義務で考えるんです。なので、権利と義務で考える癖は今からつけていきましょう。コンビニでペットボトルのお茶を買いましたって時も、実は同じこと起こってます。一瞬ですけどね。コンビニは私に100何円払えっていう権利があって、私をコンビニにお茶のペットボトルを引き渡せって権利がパッと生まれて、それがパッと交換されている。そんなイメージですね。次です。事例2の場合、XY 間の消費貸借契約においては Y が X から100万円の金銭を受け取って初めて契約が成立する。まあ、この部分は、そういうものなんだと思ってください。お金貸す契約ってのはね、お金を貸主が Y に渡してから初めて成立するので、契約が成立した後はお金を返してくれという貸金返還請求権だけが発生するということになります。ただこの部分はね、ちょっと難しいので、今わかんなかったら、ふーんと思って飛ばして構いません。ちょっと、テキスト戻りますが、ここでね、4ページ目見てください。ここで、債権と物権っていう重要な概念をやっていきます。前日の X や Y の権利は、これ前のページいろいろあったんですけど、要するに権利っていうのは、契約の相手方に約束をしたことを守らせる権利。で、さっきの売買で言えば、所有権移転登記請求権、所有権を移転しろとか、代金支払い請求権、お金を払えて請求権ですが、一般的に言うと、ある人がある人に対して、
特定の行為、時計の引き渡しや代金の支払いを要求する権利ということができます。このような権利を債権と呼びます。はい、この債権を覚えてください。これはある人がある人に対して、つまりある特定の人に対して請求できる権利を債権と言います。例えば、X が Y に時計を引き渡せっていうことができたら、この X の権利は債権です。で、逆に Y は時計を引き渡す義務を負っているので、債権に対応する相手方の義務、これを債務と呼びます。だから債権と債務は裏返しなんですね。いいでしょうか。で、民法は債権の他に、物権という権利を設けています。物権の典型例は所有権です。これ典型例が所有権ね。これは人が物に対して有する権利です。物権は物を排他的、直接的に支配する権利です。買った時計は誰に断ることも使ったり売ったりすることができますし、で、ここマークしてください。誰に対しても自分のものだと主張することができます。これが物件の特徴です。これ絶対性と言います、このこと。どういうことか。例えばね、竹山君が A さんにお金を貸したことを考えましょう。竹山君は A さんに100万円を返せと請求することができます。これは債権です。なぜかというと、お金を借りた A さんに関しては、対してはお金を返せと言えます。ところが全然関係ない B さんに返せとは言えません。だから、貸したお金を返せという権利は、特定の人に対してしか主張できないから、債権ということになります。一方で物件。例えばね、私はこのペンを実際お店で買って所有権を持っています。これジェットストリームって言って、司法試験のね、論文の答案は私はこれで書いてましたけど、まあそれはどうでもいいです。で、竹山がこのペンについて所有権を持っているってことは、これね、誰に対しても主張できますよね。例えば A さんが勝手に私のペンに手を伸ばしてきたら、私のものだ、触るなっていうことができますし、B さんが貸してって言ったら、私のものだから貸してあげるよっていうことができる。これ誰に対しても自分が所有者だって主張できる。これが物件の特徴で絶対性と言います。これぜひ覚えておいてください。で、これに対して債権は特定の人に対する請求権ですから、前述の X は Y と権利に対してのみ時計の引き渡しを請求することができ、他の時計店に対しては同じ時計を渡してくれと請求することはできません。債権は特定の人に対する権利になります。じゃあ、この知識を押さえた上で、ちょっと行ったり来たりしちゃいますけど、14ページ。売買契約の効果で、この図見てください。14ページの右下の丸1番。これ、買い主 A は売り主 B に対して、登記をこっちに移転しろということできますけど、これってのは特定の B さんにしか請求できないですよね。だから債権。で、所有権移転登記請求権は、A から見ると債権だけど、B から見ると債務ということになります。一方、B は A にお金を払えっていう、代金支払い請求権っていう権利を持ってるけど、これも特定の人、買い主 A に対してしか主張できないから債権ということになります。A から見ると債務ということになります。で、所有権はいきなり A に移転してますけど、これは物件ですね。誰に対しても主張できる。そういうことになります。では、15ページで、ここから物件変動っていう話を少しだけやっていきます。これもね、すごい重要なんです。で、これから物件について扱っていきます。で、物件の意義で、物とはってやってます。で、これは、さっき書いたこれです。簡単にまとめると、物とは動産と不動産のことを言って、不動産は建物と土地だよ。で、日本では土地と建物は別です。これは別と考えられています。で、別っていうのは、土地の所有権と建物の所有権をセットで考えないってことです。で、これはね、外国ではセットで考える国もあります。まあ、それは本当ケースバイケースです。なので、建物の登記と土地の登記は別です。だから建物の所有者は A です。土地の所有者は A ですって登記は別々の登記簿にあるんですね。で、動産は不動産以外です。まあ、そんなことがこの物件の意義というところには書いています。じゃ次ですね。
2ページ目。まあ、物件方程式が飛ばして、物件の種類。実は物件ってね、所有権以外にもいろいろあるんです。が、今問題になるのは所有権なんで、とりあえず所有権だけ分かっていれば結構です。で、所有権、括弧読んでください。所有権は物、動産、不動産の区別を問わないに対する全面的包括的な支配を内容とする権利であり、物件法秩序の中心に位置している。で、所有権って姿でやりますけど、このペンを竹山が所有しているとすると、このペンは竹山完全に支配しているんですね。で、完全に支配しているって何かというと、竹山は当然このペンを使用できます。で、誰かに貸して、貸し賃をもらうこともできます。まあ、借りる人がいるのかって話は置いといてね。理論的には。さらに、これを売ったり壊したりするのも自由ですよね。何でもできるということです。でね、特に、所有権の全面的な包括的な支配っていうのを3つの言葉で表すことがあります。これは使用収益処分。何でもできるってことは、使用もできるし、収益、誰かに貸したりしてお金は、作ることもできるし、処分、売ったり壊したりもできる。これが自由にできる権利っていうのが所有権っていうことになります。いいでしょうか。で、せっかくここで物件が出てきたんで、一応2つだけね、見ていきましょう。あと、用益物件って言って、地上権、永久権、地域権、共有の性質を有しない家屋権ってあるんだけど、ここのシーン見てください。用益物件として、地上権、永久権、地域権、共有の性質を有しない家屋権がある。で、この地上権は覚えておきましょう。これは、耕作物または、畜牧を所有するため他人の土地を利用する物件を言う。どういうことかっていうと、地上権ってのはね、こんな感じ。この土地は A さんが所有しているんだけど、この土地を B さんに使っていいよって契約をする。で、地上権つけていいよって契約は地上権設定契約と言います。土地を貸すのに近いんですけど、ちょっと貸すとは違うんですね。で、家建ってない状態で A が B に、この土地使っていいよ、地上権つけていいよって契約を結ぶと、B はこの土地の上に地上権って権利を取得します。だからちょっと法律的な考え方なんだけど、この土地はあくまで A は所有しているんだけど、B も地上権を持っている。すなわち、B はこの土地を使えて、でも所有権は A にあるから、B は A に地代といって、土地の仮賃みたいなものを払わなければならない。その結果、B は A から土地を借りているので、ここに B の家を建てることができる。これが地上権という権利なんですね。よろしいでしょうか。で、この地上権って B がこの土地なんかを使える権利だから、用益物件と言います。で、この地上権は、用益物件と呼ばれることもあれば、制限物件と呼ばれることもあります。なんで制限物件って呼ばれるかというと、B の地上権があることによって、A はこの土地を少なくとも自由に使えなくなっている。もちろん A さんが自由な意思で B とね、契約したからいいんだけど、結論自体は。ただ一応 A の所有権を地上権が制限していることになるので、制限物件ということもできます。いいでしょうか。で、次に、抵当権って言葉も早めに知っておいた方がいいので、これも見ておきましょう。16ページの下側の D というところをご覧ください。この D ですね。担保物件として、留置権、先取り特権、質権、抵当権がある。これらは債務の履行を確保するためのものである。担保物件は目的物の交換価値を支配する権利であって、
債権者が債務の弁済を得られないときに、担保物の持つ価値から他の債権者に優先して弁済を受けることができるという優先弁済的効力を有する。もう意味わかんないですね。で、詳しくは公示するって31ページ以下ってあるので、こっちで見ていきましょう。31ページです。で、31ページの、ここの F、抵当権ってところ見てください。抵当権は、債権者が債権の担保として、で、この債権ってのはね、とりあえずね、借金だと思ってください。貸したお金の担保として、債務者または第三者から占有を移転せずに提供を受けた不動産等につき、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受けることができる約定担保。何っていうのかというと、この図見てください。要するに、X は Y にお金を貸しました。で、これ、ここちょっと無視してからでしょう。で、Y さんの家に抵当権をつけました。この場合どうなるかというと、Y が X に借金を返してくれれば、この抵当権消えるんだけど、Y が X に借金を返さなければ、X はこの Y の家を売り飛ばしてお金に変えて借金を回収することができる。それを抵当権っていうんですね。もう一回言いますよ。X が Y にお金を貸した。で、Y の家に抵当権をつける。Y がお金を返せなかった場合は、X はこれを売り飛ばしてお金に変えて借金を回収できる。そうすると X は逆に安心してお金を貸せますよね。で、借金返せなくなった時の代わりに取るみたいなイメージで担保と言います。担保という言葉も覚えておいてください。いいでしょうか。これが抵当権。で、あくまでね、借金返せなくなったら売られるだけだから、それまで Y はこの家を使い続けることもできます。まあ、そんなもんなんだとイメージをつけてください。では、物件変動の本格的に入っていきます。で、物件変動ってのは物件が動く時期です。簡単に言うと、A と B で建物の売買契約を結びました。建物の所有権はいつ売り主から買い主に移りますかという問題。これが物件変動ね。で、今日は入門講義なので、本当に結論だけ。この2、物件変動の時期を見てください。通説判例は物件変動につき一種主義を採用し、さらに物件行為の独自性を否定するので、これマークしましょう。有効な契約が成立した時点で物件変動が生じる。これ覚えておいてください。契約が成立した時点で物件変動が生じる。ただね、これちょっと書いておいてください。これ特約なき限りです。この有効な契約が成立した時点での前に、特約なき限り。売り主と買い主で特別な約束をして、例えばね、お金払った時に所有権移転しましょうっていう契約を結ぶことは自由なんです。契約書を結んだだけで所有権移転って変だよね。お金払ったら所有権移転にしようってのは合理的じゃないですか。そういった契約を結ぶのは自由です。でも、そういった契約がないと、何も決めてない限りは、契約書に2人がサインした瞬間に土地の所有権がバッと移転する。不動産の所有権が移転するということになります。これは結論まず押さえておいてください。じゃあね、ちょっとここから大事な話しましょう。4、対抗要件主義ってあるんですけど、これの前に少しね、板書で深めておきます。A さんと B さんが、こう建物の売買契約を結びました。で、この売買契約結んだのが、2022年3月1日だとしましょう。で、3月1日に売買契約をした瞬間に、こう建物の所有権は B から A に移りますよね。だから売買契約を結んだ瞬間に、こうの所有権は A にあるわけです。で、これ当然 B さんね、私の建物だよって登記もしていますよね。
登記っていうのは建物の所有者が誰だろうかを登録することでした。ただね、じゃあ、所有権が3月1日に移転すると、登記も瞬間的に移転するかというと、そうとは限らない。ここで民法初心者つまずきがちなポイントを言いますね。登記っていうのは、手続きをしないと動きません。これがポイント。ここね、私昔知らなかったので、民法わかんなかった。本当に最初ね、民法早速勉強したのに。大事なことだからもう一回言います。登記は手続きをしないと動かない。具体的には、買い主 A と売り主 B が法務局に行って手続きをしないと動かない。ということは、3月1日に所有権が移っても、これね、手続きしないと、登記は B の元になる。つまり、法務局に行って登記を確認しても、この建物の所有者は B ですよってなってる。で、3月2日に手続きをすると、こう一致するわけですよ。移転登記手続きをすると、所有権と登記が一致するってことですね。ってことは、ここで一つ分かったことがあります。所有権の移転と登記の移転のタイミングはずれることがある。いいですか？所有権移転と登記のタイミングがずれることがある。まさに3月1日はこうなってるんだけど、3月2日で一致した。もちろん、所有権と登記、誰が所有権を持ってるかという登記は一致するのが望ましいんだけど、ずれることがあるっていうのをまず知っておいてください。で、このずれるところがあるって考えるとどうなるかというと、二重譲渡という現象が起こってしまいます。どういうことかっていうと、これレックの図に合わせますけど、B さんっていうずるいやつがいます。B さんが、こう建物を A に売るんです。ところが、本来ね、不動産売買って、売買契約をしてお金払った瞬間に登記も移転させる、同時に登記を移転させる手続きをするのが普通なんです。ところが、何らかの事情で、A がこのこう建物を買ったんだけど、まずは B に登記があるまま。そこで B さんはこれを自分のものだよって言って C に売った。ただ C さんに売ったけど、登記は未だ B の元にある。これを二重譲渡と言います。で、これなんだけど、現象としてはあり得ますよね。だって、所有権が移っても登記の移転のタイミングずれるから、手続きしなかったらずっと登記は B のままです。だから A に売ったんだけど、登記の移転の手続きをしなかったうちに C に売った。これは二重譲渡と言います。で、こんなことやっていいの B さん、犯罪じゃないかと思った方、犯罪です。特に B がね、A からも C からもお金もらってないで売買契約しただけだったら、まだね、犯罪にならない余地はあるんだけど、A から代金もらって C から代金もらってると、これはもう立派な犯罪です。横領罪とか詐欺罪とか、そういう話になります。で、この B さんを処罰すべきだっていうのは刑法の話なんです。で、民法っていうのはあくまで事後処理の話です。で、あくまで悪いのは B さんなんで、当然 A も C も B に、なんてことしてくれたんだ、損害賠償払え、お金払えって言います。ところが、こういった悪い人ってのは大抵逃げてるんですね。で、もちろん B が一番悪いんで B にお金請求するんですけど、逃げてるんで、とりあえず、このこう建物は A のものになるのか C のものになるのか決めなきゃいけない。その話をやっていきましょう。B が悪いのはごもっとも。B が悪いんじゃないかってよくね、ご質問を受けるんだけど、それはもちろんその通りで、B さんが見つかれば B さんにガンガン責任追及できます。ただ、B が逃げた時の処理も考えなきゃいけない。
で、もちろんこの公建物を真っ二つにして分けようって話もあるんだけど、民法はそういう解釈は取りません。じゃあ、この公建物はどっちのものになるんでしょうか。18ページ見ていきましょう。4、対抗要件主義です。民法は物件変動が意思表示のみによって生じるとする一方で、物件の特装及び変更は不動産に対しては登記、動産に関しては引き渡しがなければ第三者に対抗できないとしている。第三者の意義はとりあえず放っておきましょう。で、もしね、六法をお持ちだったら、民法って法律の177条っていうのを引いてほしいんです。まあ、お持ちじゃない方もいるんで、ちょっとね、条文はお示ししましょう。見えますかね、177条。あ、これはレックの完全択一論法っていう、テキストで、まあ、教材で、まあ、司法試験なんかの担当前には非常にいい、教材ですね。これ、択一論法っていうんですけど、レックの。まあ、レックの教材いろいろあるんで、もし独学で勉強されるという方もね、またご利用ください。177条。不動産に関する物件の特装及び変更はってありますけど、物件を得る。失う変更です。例えば、物件の所有者が移るのは変更みたいに言うこともできましょう。不動産登記法、その他の登記に関する法律の定めるところにより、従い、その登記をしなければ第三者に対抗することができる。で、難しく書いてますけど、ざっくり言うとね、今回所有権1点ですよね。所有権を取得したことは、登記をしないと第三者に対抗できないということです。で、対抗ってのは主張だと思ってください。今のところで。じゃあね、さっきの図に戻ります。A さんは B さんから所有権を取得しました。しかし A さんはまだ登記を持っていません。ということは、自分が所有者であるということを第三者の C に、この状態では主張できない状態になっています。登記がなければ第三者に対抗できない。登記がない A は第三者 C に対抗、主張ができない。私は所有者だよって主張ができない。一方、これ C も一緒ですよね。C も登記がない。だから C も登記がないから A に自分が所有者であることを主張できない。そういうことになります。いいでしょうか。じゃあ、登記があれば主張できることになるんですよね。で、それがですね、ここ見てください。例えば事例1において、テキストのね、18ページね、また。18ページのここ見てください。例えば事例1において、AB 間で公建物の売買契約がなされただけでなく、BC 間でも公建物の売買契約がなされた場合、このような状態を二重譲渡と言います。が、A が第三者である C に、こう建物の所有権を主張するためには、こう登記の建物の登記を備えなければならない。で、さっきの私の板書から発展して、A が登記を得た場合、これ A は C に所有権主張できるけど、C は A に主張できないから、結局 A が勝つわけです。なので、この建物は完全に A のものになります。ちなみに、登記が2人備えることは、法律上できないです。登記は必ずどっちかにしか移転しないから、登記を先に得た方が所有権を取得するということになります。だから結局これは、さっきの続きね。AC の勝敗。登記を先に得た方が勝つ。勝ちとなります。でね、この二重譲渡は勝ち負けは登記を先に得た方が勝ちなんですけど、この二重譲渡みたいな登記を先に得た方が勝ち、この関係を対抗関係ということもあります。で、対抗関係はね、これ見てほしいんだけど、所有権の流れで見ると B から矢印2本出てきますね。
対抗関係ってのは、同じ人から矢印2本出てるパターン、3本でもいいんですよ。4本でもいいんだけど、同じ人から矢印2本出てるパターンのこの AC みたいな関係を言います。同じ人から矢印2本は対抗関係。で、対抗関係は、投機で勝ち負けを決める。これ頭に入れておいてください。一方、対抗関係の対義語は、前種後種の関係とか、あるいは当事者類似の関係っていうこともあります。これね、一直線上に並ぶ関係ってこと。所有権の流れが A から B に動いて、B から C に動いてって、こういう関係。これはね、投機で勝ち負け決めないんですよ。この AC の勝ち負けは投機で決めない。同じ人から矢印2本が対抗関係、投機で勝ち負け決める。で、1つの人から矢印が一直線に連なっている場合を、前種後種の関係、あるいは当事者類似の関係といって、投機で勝ち負けを決める。これぜひ覚えておいてください。よろしいでしょうか。じゃあ、ここからね、民法入門はね、これぐらいにしといて、残りの民法入門はね、暇な時に読んでおいてください。ちょっとここから詐欺という現象について取り扱っていきたいと思います。テキストの154ページ。これ抜粋なんでそんなに先じゃないですけど、154ページに詐欺というものがあります。96条1項です。条文は出してください。ここにも移します。96条1項。詐欺または脅迫による意思表示は取り消すことができる。騙された意思表示は取り消すことができる。意思表示ってのは、契約の申し込みとか契約の承諾なんですね。で、契約っていうのはね、これぜひ知ってほしいんですけど、その車買いますっていう申し込みをして、いいですよって相手が承諾をしたら、契約が成立します。ただ、この契約の申し込みとか承諾も意思表示の一種なんですけど、騙された場合は契約の申し込みとか承諾を取り消すことができますよって条文なんですね。ただ、この意思表示って出てきた時は、とりあえず契約って言い換えても割となんとかなりますので、結局これ、詐欺による契約は取り消すことができると考えても、今のところ差し支えありません。いいでしょうか。で、真ん中の異議見ましょう。詐欺とは欺罔行為によって人を錯誤に陥れ、それによって意思表示をさせること。これはね、今のところさっと流しています。例えば、A が実際は将来性のない原野を、近々リゾート開発の対象となることが決まっており、瞬く間に値段が上がるといって、時価より高い値段で B に売却した場合、こんなものが上がります。あります。これね、この売買契約を、騙された B が取り消すことができるということになります。いいでしょうか。契約取り消すとね、お金取り返したりできますよね。じゃあ次いきます。で、ですね、155ページの一番下5です。善意で過失がないか、第三者。これ条文なんですけど、詐欺による意思表示の取り消しは、善意で、かつ過失がない第三者に対抗できない。このお話をしていきます。例えば、A が B の詐欺によって自らの土地を B に売却し、B はこれをさらに善意無価値の C に転売して登記を移転したが、その後 A が AB 間の取り消しを詐欺を理由に取り消した場合、C は善意でかつ過失がない第三者に当たるから、A は取り消しを理由に C に対して登記の抹消を請求することは認められない。なんか難しく言ってますよね。で、これをね、独学で、の場合は図を書いて理解していただきたいんですけど、今日せっかく講義来ていただいてるんで、図書きましょう。これどういうことかというと、B が A を騙しました。丸一詐欺。時系列大事なんで、丸一とか丸二とか書いてきます。で、これによって、自らの土地を B に売却した。で、さらに B は C にこれを売却した。
で、C は、この AB 間のね、詐欺について知らないんです。民法上知らないことを善意と言います。これ覚えておいてくださいね。善意はこれ知らないこと。だから詐欺のトラブルが起こってるなんて C さんは全然知らなかった。で、かつ無価値。落ち度がない。で、例えばね、C さんが本当は知るべきだったのに知らなかったとか、調査すべきだったのにしなかったとか、そういった落ち度はない。平行現象を考えましょう。ところが、その後、A が騙されていたことに気づいてここを取り消した。C は取り消す前から出現していますから、C のことを取り消し前の第三者と言います。よろしいでしょうか。取り消し前の第三者があるということは、取り消し後の第三者もあります。これ、場合分けですね。数学の場合分け大嫌いだったって方いるかもしれないけど、法律でも場合分けは大事なんで、頑張っていきましょう。で、とにかく C は取り消し前の第三者です。で、これね、めちゃくちゃ悪いの B なんだけど、大抵 B は消えてますので、この土地の所有権っていうのは C に移転するのか、A に移転するのかって話なんですね、結局。A さんは騙されたかわいそうな人で取り消したんだから A のものにしようっていう話もあるんだけど、でも C って何も知らなくて落ち度もない C さんじゃないですか。だから C さんはちょっと変な不動産屋さん B から普通に土地を買っただけの人かもしれないので、C のものにすべきじゃないかって話もある。でね、理論的に考えてみましょう。実は、取り消すと、この AB 間売買っていうのは、訴求的無効になります。訴求的無効っていうのは最初から存在しなかったことになる。これがね、条文で言うと121-2です。これも映りますね。あ、121条。民法の121条。取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。初めから無効であったものとみなすのは、最初からなかったことになるということです。それを訴求的無効と言います。121条ね。っていうことは、AB 売買詐欺どころか、これが全くなかったから、B は A の土地を勝手に C に売っただけなんですね。で、これ、民法のルールなんだけど、無権利者から買っても絶対所有権は取得できません。まあ、例外はあるんだけどね。無権利者から買っても所有権は取得できないので、C は無権利者B から買っても、所有権を取得できない。これが原則なはずなんです。はず。ただ、どうです？この C さんってちょっとかわいそうじゃないですか。だってね、C さん、皆さん、C さんの気持ちになって考えてください。あとね、まあ、いろんな年齢層の方いらっしゃいますけど、ご家族がいて、マイホームの資金を、まあ、6000万ぐらい貯めて、不動産屋さんの B さんに行って、マイホームを買った C さんだと考えてください。詐欺なんか何も知りません。マイホームを買って6000万払ったのに、B が悪徳不動産でどっか行っちゃった。で、後から A が騙されたって言って返せって言われても困りますよね。そうなんです。だから C さんを保護しようとして、96条3項という条文があるんです。96条3項ですね。ちょっとここにも出しますね。全2項、これ1項も入りますよ。詐欺による意思表示は取り消すことができる。全2項の規定による詐欺による意思表示の取り消しは、善意でかつかすがない第三者に対抗することができる。お、A さんの取り消しは、善意無価値の C さんには主張できない。
A が C に主張できないってことは C が守られるってことだから、これね、C は96条3項っていう特別の条文で、善意無過失なら、知らなくて過失がなければ、なら保護されるという結論になります。保護されるってことは C がこの土地の所有権を取得できるってことです。逆に C が詐欺について知っていた善意じゃない悪意っていうんですけど、悪意の場合は、いや、落ち度がある場合は土地を取得できません。でも C が善意無過失だったら結局 C は土地を取得できるということになります。いいでしょうか。で、A さんかわいそうって考える人もいるかもしれないけど、A さんで騙された人で、民法はね、騙された人もちょっと悪い、ちょっと落ち度があると考えているので、善意無過失 C の保護を重視しましょう。そう考えられております。よろしいでしょうか。じゃあね、この96条3項に関連した論点というものをやっていきます。論点というのはちょっとね、司法試験とか、公務員試験チックになってきました。あるいは法学部でも学部試験なんかに出るところです。それがね、156ページ、右下。C。第三者と登記の要求。96条3項の第三者が不動産の所有権の取得を主張するのに登記を要するか問題となる。例えば、A が詐欺により B に不動産を売却後、E が善意無価値の C に不動産を転売した後、C は登記がなくても96条3項により保護されるかが問題。で、これ、時系列大事なんですね。C って取り消し前の第三者ですか？取り消し後の第三者ですか？ A が売却、B が C に転売、その後詐欺取り消しだから、C は取り消し前に出現している人、だから C は、これ取り消し前の第三者になっていることを確認してください。で、今日ちょっと難しいことは置いとくんだけど、実はこれ皆さん分かります。登記なきゃ勝てない関係って何でしたっけ？対抗関係ですね。前種後種の関係は登記で勝ち負け決めない。これって、同じ人から矢印2本パターンと考えないから C さん登記いらないっていう結論です。簡単に言うとね。で、考え方の筋道について。詐欺による使用図の取り消しは善意で勝つか勝つかない第三者に対抗することができない。そして96条3項の適用により C が A から直接に権利を取得する。で、これどういうことかっていうと、これね、ABC があったときに、C が96条3項で保護される場合は、A から C に直接所有権移転するって考えるんです。なんでかというと、96条3項という条文が C を保護したってことは、ここ、だって無効ですよね。ここって最初から無効なんだから、土地は元から A のものですよ。ずっと A のものですよ。だって AB 売買ってなかったことになるから、取り消したらね。で、この土地が C に直接ベロッと所有権移転した96条3項っていう条文があるから。それがこれ。96条3項の適用により、C が A から直接に権利を取得する。法定承継取得説って名前がついています。この名前はとりあえずいいです。で、次ですね。157ページ見てください。そのため、A と C は、前種後種の関係に対し、あれ、さっき学んだ用語ですよね。一直線上の関係は前種後種の関係。対抗関係には立たないから、A は C との関係で177条の第三者に該当しない。従って C は A に対して対抗要件としての登記がなくても物件の取得を主張することができる。C は登記がなくても保護されるということになります。で、後半ちょっと省略しますけど、これが論点っていうものです。論点って何かというと、法律の条文見てもよくわかんない。
C さんって登記がなければ保護されないのかどうかってのは法律の条文を見ても分かんないから、解釈をしなきゃいかなきゃいけない。で、理由をつけて解釈をする。これが法律の試験に求められている力になります。今の考え方の筋道みたいなこと、一言一句同じじゃなくていいんだけど、そういったことは実際に答案で書ける必要があるんですね。でもそのためにはまずきっちり概念を理解していかなきゃいけない。そういうことになります。いいでしょうか。今日、本当にポイントだけの講義になるんですけど、次159ページ。はい。詐欺取り消し後の第三者の保護です。で、これぐちゃぐちゃ書いてますけど、簡単に図で示しましょう。お話です。取り消し後の第三者の保護。タイミング違う場合だけだから、こうですね。B が A を騙しました。A が B に物を売りました。土地を売りました。で、その後ね、A は騙されてることに気づいて取り消しました。で、これ、ね、騙されて売ったときに、登記はもう B に移転してると考えてください。で、A は、その後騙されてることに気づいて契約取り消したんです。ただね、これも重要なんだけど、契約取り消しても登記は手続きをしない限りは戻ってきません。A はすぐ取り消した後に登記を取り戻す手続きをすればよかった。でも A は手続きが遅れたのかしなかったのかわからない。その隙にずるい B は、当然、この土地は自分のものだよって言って C に売ってしまいますよね。で、このように C さんは取り消した後に出現しています。この C さんのことを取り消し後の第三者と言います。この取り消し後の第三者どう処理するのか。実はですね、この取り消したら訴求的無効ってのはさっきありましたね。本来ロジカルに論理的になると、この取り消したら訴求的無効のはずなんですけど、のはずだが、判例はここでロジックを曲げます。なんと日本国の判例は理論的なことを取りませんでした。なぜか取り消し後の第三者はいいですか？所有権の流れだけ見てください。はい。A が B に所有権の流れね。一旦売りましたよ。これ所有権の流れです。ところが、A は契約を取り消して訴求的無効って処理を取らないと、取り消しによって B から A に物件が戻りました。所有権が戻りました。しかしながら A さんは登記を得る前に C さんにも売りました。わかります？これ、復帰的物件変動って言うんですけど、取り消しにより戻る。このように、同じ人からこれ矢印2本になってますね、これ。同じ人から矢印2本になってるパターンってこれ何でしたっけ？対抗関係ね。そう。なんと、判例は所有権の流れで見て、B から A に取り消しによって所有権戻ってきたけど、C にも譲渡されてる。二重譲渡と同じだ。つまり、AC は対抗関係って考えるのが、判例の考え方です。結論から言うと、詐欺取り消し後の第三者と取り消した A さんは対抗関係に立つってことは、登記がある方が勝ちですね。登記ある方が勝ち。登記を先に取得した方が勝ち。所有権を取得するということになります。
で、これはね、物件ってところでやります。C ブックのね、民法2ってところで本来やるんですけど、今、考え方はやっといた方が分かりやすいので、今やりました。どうでしょう。今日は民法の本当の全体像のうちの一部の物件変動っていうところと、本格的な民法の論点の詐欺ってところを取り扱いました。ただ、これだけでもね、結構民法ってこういうもんなんだって分かってくると思います。で、結構ロジカルな世界もあるので、面白いって方は面白いと思います。だって二重譲渡とこの詐欺取り消し後の第三者、共通性ありますね。で、民法ってすごい量膨大なんですけど、共通点とかあぶり出していくと非常に分かりやすいのでですね、ぜひこれから民法勉強する方、頑張ってください。あ、まだ終わりませんよ。今、中締め的な感じですね。そしてね、民法っていうのはね、今日、この講義聞いてくださる方、司法試験目指される方、ロースクール目指される方もいるかもしれないし、公務員試験目指される方もいるかもしれないし、他の試験目指される方もいるかもしれない。さらに、就職希望で別に法律の資格取らない方もいるかもしれない。でもね、民法って法律の中で一番役に立ちます。だって、身近な法律問題の処理で自分の生活に役立つ面もあれば、企業間取引も民法適用ですからね。これはね、特に法学部入られた方、民法だけはやっといた方がいいですよ、しっかり。全然話違います。例えば将来ちょっと宅建みたいな資格取ろうっていう時にも、すっごい役立ちますんで、これだけはやった方がいい。いいでしょうか。では、あとね、30分弱、代理というものを最後、やっていきたいと思います。で、これがね、次の187ページ、8、代理です。で、これから学ばれる方へってのを見ていきましょう。人は自らの意思に基づいてのみ拘束される。つまり自分で約束した場合にだけ義務を負う。ということは私的自主の原則と呼ばれる民法の大原則です。ところが実際には他人がなした契約に拘束される場合が認められています。これが代理という制度です。例えば自分の持っている建物を売りたいと思っているけれども、不動産取引をするために必要な知識もなければ経験もないという場合を考えてみましょう。このような場合に知識、経験のある人に頼んで、代わりに契約交渉をしてもらうことができれば大変便利です。そこでそのような人を代理人に選んで、その代理人に知識、経験を生かして交渉してもらって、自分の代わりに契約を締結してきてもらうことが認められているのです。また、このように知識、経験に欠けるものは、親が法律上当然に代理人になります。で、代理人によって契約をする場合を考えましょうというのが、ここのパートです。代理人が契約を締結した場合には、代理人を依頼した本人が自分で契約を締結した場合と同じ効果が生じます。この本人に効果が帰属するといいます。で、代理というのは、このように自分とは独立の立場にある代理人に自分の代わりに契約を締結してもらい、その効果だけは直接自分を受けるという便利な制度なのです。この代理っていうのは今日最後に見ていきます。で、188ページの1、異義というところをご覧ください。で、代理とは、本人と一定の関係にある他人、代理人が本人のために意思表示を出し、またはこれを受けることによって、その法律効果を全面的に本人に帰属させることを認める制度。難しく言ってますけど、これ何かっていうと、本人が C に代理権を与える。例えばね、私の土地を売ってきてって代理権を与えると、代理人が本人に代わって契約をするんだけど、契約の効果ってのは、ここ本人と相手方に帰属する。売買契約だったら、本人が B にお金払えって言ったり、B が A に土地の登記を移転しろって言ったり、契約の最後の効果がここに帰属する。代理人が契約している分。そういう制度を代理と言います。例えば、行きましょう。A が B に A を売却しようとする場合、通常はね、普通は A および B が売買契約の当事者となり、売り主である A は A の引き渡し義務を負い、買い主である B が代金支払い義務。まあ、絵画の売買契約だったら代金支払い義務とか、売り主の A の引き渡し義務っていうのはこの間でやってる問題で、契約交渉もここでやる。ところが、C が A から代理権を与えられて A の代理人となる場合、売買契約が締結されるのは C と B との間であるにもかかわらず、契約の効果帰属主体は A および B となる。効果帰属主体って難しい言葉言ってますけど、他人の代理人が契約するんだけど、ここに効果が帰属するって話です。その結果、本人 A が直接契約を締結した場合と同様に、A が A の引き渡し義務を負い、B に対して売買代金の支払いを請求することになります。
よろしいでしょうか。で、2、なんで代理という制度があるのか。代理制度は私的自治の補充という機能と私的自治の拡大という機能があります。で、私的自治ってね、難しく考えないでください。私的自治っていろんな定義があるんだけど、一つは契約は自分たちが自由にできる、そういう原則だと思ってください。ただね、私的自治の補充機能ってのは何か。これ法定代理制度に対して。法定代理って後でやるんですけど、法律の規定で当然に代理人が選ばれるパターンで、未成年者の親。未成年者の親ってのは未成年者の契約を全部代わりにできるんですね。これは法律で定められている代理なんです。見ていきましょう。遠心部能力者は制限行為能力者。未成年者なんかは制限行為能力者です。権利能力を有しているが、単独で完全に有効な法律行為をすることができない。まだ、細かい用語やってないんで、今ざっくり押さえてください。未成年者って、単独で完全に有効な契約できますよね。法律行為の代表は契約です。未成年者っていうのは一人で契約ができない。そこで、これらのものに代わって保護者、親が法律行為、契約をすることで、その効果を有効に本人に帰属させるための制度が必要となる。例えば赤ん坊や中度の精神病者は単独では有効に取引を行為をできないので、本人のために必要に応じて物を売ったり買ったりするための制度が必要になるというわけである。で、そのための制度が法定代理制度であり、これ、成年被告人の後見人とか未成年者の親権者。で、これは私的自治の原則を補充と言います。つまり、自由に契約できない人の代わりに契約をしてあげることで、その人の私的自治を補充してあげる機能がある。これが一つね。で、もう一つが過去に私的自治の拡張機能。これ任意代理で契約で代理人に選んだこと。現代の経済社会では、取引関係が複雑かつ広範囲にわたるため他人を使って法律行為をさせて、その法律効果を本人に帰属させる制度が必要となる。例えば事業を手広くやっていて、1日の間に東京と北海道で契約交渉しなくてはならない場合、誰か信頼できる人に頼んで北海道の契約を代わりにやってもらう必要がある。あるいは不動産の売買経験がない者がこれを行おうとする場合、有利に交渉を進めるには専門的な知識経験を持つ人に頼んで代わりに交渉してもらう必要がある。このような場合のための制度が任意代理制度。で、これは、一人で契約もできるんだけど、手広く商売をやりたいから、あるいは足りない知識を補ってもらうためにやってもらうから、拡張と言います。まあ、手広く商売をやるが、イメージつきやすいと思います。知的自治原則の拡張になります。代理の要件です。で、代理の要件って何かというと、要するに代理人が契約したんだけど、本人に効果帰属するための要件ってことですね。見ていきましょう。代理人による意思表示の効果が本人に帰属する前提として、まず代理人による意思表示、それ自体の成立要件、有効要件が満たされる必要がある。そして、次の2つの要件が満たされれば、代理人による意思表示の効果が本人に帰属する。丸1、代理人が代理権の範囲内において本人のためにすることを示して意思表示をすること。代理人に有効な代理権が存在すること。これになります。で、この丸1、丸2を3つに分けて表現することも結構多いので、メモしておいてください。これ一緒のことです。代理人の代理行為。これ代理行為というのは代理人と相手方が契約などをした。で、件名。これは本人のためにすることを示したというのを短くして件名と言います。さあ、位置に先立つ代理権事を。これって分解してるだけで、丸1、丸2と同じことです。こういった表現をすることもあるので、覚えておいてください。代理人の代理行為、件名、位置に先立つ代理権事です。じゃあ見ていきましょう。要件丸1、件名代理行為。まさにこの1、2をまとめたやつですね、件名代理行為。で、代理人が本人のためにすること、本人の名において行為をす
することを示すことを、これ、県名と言います。この言葉は知っておいてください。例えばね、代理人 B が、私は A さんの代理人 B です。A さんの代理人 B として契約をします。これを県名と言います。で、県名が出されれば相手方は、この人 A さんの代理人なんだなということがわかりますよね。じゃあ、県名がなされなかったらどうなるか。県名がなされなかった場合、相手方としてはその意思表示の効果が本人に帰属することなど知る故もないのが通常である。したがって本人に効果帰属する。これ意思表示の当事者が代理人ではなく本人であることを相手方に知らせるために、これ県名、これが必要となってきます。代理人が県名をしないでした意思表示は、原則として事故のためにしたものとみなされる。要するにこれ、代理人が県名しないと、相手方からしたらね、あ、この代理人さんは自分自身の契約としてやってるんだということだから、BC の間で契約が成立するということになります。でなお、代理権を有する者が代理人としてする法律行為、契約が代表ですけど、それを代理行為と言います。であと、やっぱ代理権になってたんですよ。そもそも本人が代理人に、あなたは私の代わりに契約をしていいですよという権限を与えることが必要。これを代理権と言います。代理人として行為をする者が、その事項について本人に代わって意思表示をし、または意思表示を受ける資格を有することが必要だ。まあ、意思表示っていうのはね、契約の申し込みとか承諾が代表例です。まあ、契約って置き換えても、今の段階では OK です。だから本人に代わって契約とかをする資格ですよね。で、この資格のことを代理権という。言い換えれば代理権は、代理行為の効果を本人に帰属させる権限である。でね、有効な代理権が存在しないにもかかわらず、他人が勝手に代理人と称して行為をした場合、これ無権代理と言います。これ覚えておいてください。原則として本人にその効果は帰属した。ただ例があります。最も例外的に表権代理の成立が認められれば、本人に効果帰属することもありますが、これはまたやりましょう。いいでしょうか。次、代理の種類です。189ページ下から2行目見てください。任意代理と法定代理。これを見ていきましょう。任意代理とは、本人の信任を受けて代理権を与えられたものである。で、最もよく見られるのが、本人と代理人の間の契約で代理権を与えた。例えば、不動産屋さんに、不動産の売却を依頼したとか、弁護士に裁判を依頼した。こんなのが任意代理の代表例です。で、法定代理190です、まあ。法律の規定によって代理権を与えられたもの。で、これね、もし、6法をお持ちだったら、ちょっと民法の条文を見ていただきたいんですが、親権の親の条文を見ましょう。824条です。民法824条、ここにも写します。民法824条、親権を行う者は、この財産を管理し、かつその財産に関する法律行為について、その子を代表する。代表するっていう意味は、なんかすべてを代理するっていうイメージです。代表の正確な意味はね、ちゃんと民法進んだらやるんですけど、すべてを代理するってイメージだから、これも代理の一種なんですね。ってことは、これ、親権者はこのことをすべて代理するから、これは法定代理の一種ということになります。いいでしょうか。じゃあ続きですね。両者には以下のような裁判、マルチ。任意代理の内容は、与えられた代理権の内容によって決まるのに対し、法定代理の場合には全て法律の規定によって決まる。要するに任意代理の内容とは契約で決まります。本人と代理人との間でどういう契約をしたかで代理権の内容が決まる。で、法定代理の場合は全て法律の規定によって決まります。あと、丸にはちょっとマニアックなんで今はいいです。代理っていうのをね、もっとしっかりやるときに学べばいい。
副代理人の選任及び代理権の消滅について、任意代理と法定代理は区別して取り扱われている。まあ、そういうことになっております。ここまでよろしいでしょうか。じゃあね、次192ページいきましょう。ここで192ページ真ん中でしたの、件名ということをちょっと詳しくやっていきたいと思います。異議、本人の名前を直接表示した場合、署名代理の可否。で、学習の指示。件名とは、本人のためにすることを示すことであり、相手方に実際に効果帰属する取引の主体が誰かを認識するために、認識させるために必要とされるものです。件名をしなかった場合や、本人の名前を直接表示した場合の効果は、短答式試験、論文式試験ともに問われる可能性があります。で、件名ちょっと大事なんで見ていきましょう。193ページです。1位、件名主義。で、これ、図を見てください。代理人 B が相手方に C に対し、A 代理人 B ですよって名乗って契約をするのを件名と言います。この件名と他の要件があれば、本人 A と C に効果帰属するということになります。DX 見てください。A 代理人 B、任意代理の場合。あとは法定代理の場合は、未成年者、子を法定代理人、親権者、父、母、兵。こんなのを示して契約します。なお、代理人であることを明瞭に示さなくても、当該事案のすべての事情から判断して、その趣旨が明らかになればいい。まあ、普通に代理人だと分かればいいってことです。で、趣旨です。で、趣旨ってのは、なんでこういう制度が存在するのか、その存在意義のようなものです。民法が件名主義を採用したのは、契約にあたっては、これ相手が誰かということが重要な関心事になるからである。そりゃそうですよね。誰と契約しているかちゃんと知りたい。例えば、C が相手が A ならば信用があるから取引しようと思うが、相手が B であれば危険だから取引したくないという場合に、取引の相手が A なのか B なのかはっきりしたりする必要があるということになります。じゃあ次、件名がない場合です。で、件名がない場合は、その代理行為は事故のためにしたものとみなされます。民法100条を引いてください。民法100条です。本人のためにすることを示さない意思表示。代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、事故のためにしたものとみなす。ただし、相手方が代理人が本人のためにすることを知り、また知ることができたときは、前条1項の規定を順用するということになります。で、これなんですけど、例えば B が自分としては A の代理人として行動しているつもりなのに、A 代理人 B であるとの件名をせず、B としては C との契約を締結した場合、契約は B と C の間で締結されたことになり、 B はこれを否定できないことになる。これは件名がない場合には、相手方は直接考慮しているものに効果帰属すると考えるのが通常であるから。これ何言ってるかというと、代理人 B が A 代理人 B と名乗らないと、私は B ですと言って相手方 C と契約した場合は、 C としては B 本人と契約しているつもりだから、ここで契約成立する。ここじゃなくてね、ここで契約成立して B は、いや、これは A のためにやったんだよ。A に効果帰属してくださいっていう、私には効果不帰属ですよっていう主張ができないってことです。件名がないとここの契約になっちゃうってことです。 ただ、下見てください。件名がなくても相手方が悪意、つまり、あ、B さんは A の代理人なんだのと知っていた、あるいは有価数、知ることができたのに落ち度がある場合は、これ、C って知っていたり知ることができたら、ここの契約ってしても構いませんよね。だから C さんが、あ、代理人として行動してるんだ、知っていた、知ることができたときは、ここに効果帰属ということになります。これが100条の内容です。よろしいでしょうか。で、194ページ。4受動代理の場合は細かいんで、その次いきましょう。2、本人の名前を直接表示した場合、署名代理の場合。これ、まあまあ重要なので見ていきましょう。代理人が法律行為を直接本人名義でした場合、例えば代理人 B が本人 A 名義だけを示して法律行為をした場合、本人のためにすることを示したと言えるであろうか。相手方が代理人を本人と了解、誤解している場合に、
代理行為をいかに取り扱うかの問題となる。これ何かというと、本人 A が代理人 B を選んだところ、この代理人 B が素直に A 代理人 B って言えばいいものを、A っていきなり言っちゃった。B じゃなくて A って言っちゃった。私は本人ですと言って相手方と契約した場合、ここに効果帰属するのかという問題です。で、これ署名代理って言います。で、この署名代理ってね、なんかおかしいように思うんだけど、実は大したおかしくないっていう認識を持っていただいた方がいい。例えばね、レックの代理人が、私はレック代理人ですって言わないで、レックですっていうことありますよね。で、皆さんはレックの口座カウンでレックと契約している。それでいいじゃないですか。だからこれって別に珍しいことじゃないです。で、考え方の筋道を見てください。代理行為において、件名が要求されたのは、効果帰属主体を明示し、取引の安全を図るためである。とすれば、代理人が本人の名だけを示して代理行為をした場合にも、本人の名は知らされているのだから、効果帰属主体は明確であり、相手方の保護に欠けるところはない。代理の相手方にとって、本人が誰かってのが一番重要ですよね。だって本人に効果帰属するから、本人がお金払ってくれるのか。そういったところを知りたいと。で、今回の署名代理の場合でも本人の名は明らかになっているから効果帰属主体は明確、相手方の方に欠けるところはない。したがって代理人が代理人を有する場合には法律行為を直接本人の名義でしたとしても本人のためにすることを示したと上、有効な代理行為として認められている。だから代理人 B が直接私は A だって言って契約をしてもそれは有効ということになります。これが署名代理という話です。で、右側のワンポイントに書いてある通り、署名代理とは代理人が書面上に自己の名を出さずに本人名義の記名捺印または署名だけをする場合 A としか出さないことを言います。これを署名代理です。で、それほど珍しいことではない。あと代理として有効というのは知っておいてください。そして論文で書くときにはこのように考え方の筋道みたいに、ちゃんと理由をつけて書く必要があります。よろしいでしょうか。じゃあね、最後に一つだけ。208ページいきましょう。208ページの2、代理権の内容。最後にこれやります。今日は重要な部分だけ代理はやっていきます。代理権の乱用とは、代理人が自己または第三者の利益を図る目的で、代理権の範囲内の行為をした場合を言います。例見てください。EX。A から土地の売買に関する代理権を与えられていた不動産業者 X がその土地の売却により取得した代金を着服する目的で A 所有の土地を Y に売却したような場合で、代理権の乱用のポイントはね、これ客観的には代理権の範囲内なんだけど、目的意図がおかしいということになります。これも代理権の乱用と言います。内心がおかしいですね。客観的には代理権の範囲内です。で、客観的には代理権の範囲外だったらそれは無権代理と言います。もう一回さっきの EX を見ますと、 A から土地の売買に関する代理権を与えられた不動産業者 X が、その土地の売却による取得した代金を着服する目的で A 所有の土地を Y に売却した。で、目的意図を関係なく考えると、
A は X に土地の売買に関する代理権を与えて、不動産 X は Y に売却しただけだから、売買の代理権でやったこと売買だから、客観的には代理権の範囲内なんですよ。でも、目的が着服する目的だからおかしい。これを代理権の乱用と言います。客観的には代理権の範囲内というのがポイントです。で、これ、条文107条です。ここにも示します。代理権の内容、代理人が自己または第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合において、相手方がその目的を知り、または知ることができたときは、その行為は代理権を有しない者がした行為とみなす。で、これちょっと見ていきましょう。で、二項下。代理権の乱用は、形式的客観的には代理権の範囲内の行為であり、しかも代理人には本人のためにするし、本人の利益を図る意思ではなく、本人に効果を帰属させる意思がある。このような代理行為の相手方は、本人に代理効果の、行為の効果が帰属するものを信頼するのが通常である。したがってかかる相手方の代理人に対する信頼を保護するため、代理権の乱用は原則として本人に効果が帰属する。例外、相手方が代理人の自己または第三者の利益を図る目的を知り、または知ることができたときは、その行為は無権代理行為と見なす。これどういうことか、この例で考えていくと、こういう話です。A が代理権を着服目的の X に与えて、X が、A 商の土地を Y に売却したわけですね。で、これね、場合分けして、Y が善意無価値なら、善意無価値とは善意かつ無価値ね。知らなくて落ち度もなかったなら、AY の契約。で、Y は A にちゃんと、土地を引き渡せ、A は Y にお金を払えと言えるわけです。で、Y が悪意有価質、これは悪意または有価質ですけど、知っていた、着目的を知っていた、あるいは過失がある場合、知ることができた場合は、これは無権代理になります。こういう処理をしていくということです。まあ、条文に全部書いています。AY の契約になるということは、A が Y に代金を払え、Y は A に土地を引き渡せ、登記を渡せ、そういうことが言えるということになってきます。で、悪意有価質は無権代理となって、原則 AY 化に効果帰属しませんが、まあ、いろいろ例外もあります。それはね、また代理の続きでやっていきます。よろしいでしょうか。本日はね、前半は、まあ、民法の全体像の中で大事なものをピックアップして詐欺という論点を取り扱いました。で、後半は代理の中で、まあ、代理の本当の最初の部分で大事なところを取り扱いました。で、民法総則っていうのは民法の基礎となる点で、ここで民法的な、ね、思考を身につけていただきたいものです。で、独学で勉強するんですよ。このレックの C ブック、これぜひ買ってください。C ブックを使って勉強しておくとかなり力つきます。で、もちろん法律なんで難しいところたくさんありますけど、民法って本当に役に立つので、まあ、どの進路を目指すにせよ、ぜひやった方がいいです。で、特に司法試験とか、公務員試験目指す方は、まあ、もちろんね、予備校に通っていただくのが一番効率いいんですけど、ちょっとまだ予備校は、通うかどうかわかんないって方でも、とりあえずね、私こう言ってるんですよ。C ブックの民法1買ってみましょう。それで勉強してみて、法律の勉強を身につけて、で、将来ね、予備校に通うかどうか、それから考えたらいいんじゃないですかとよく言ってます。あと、学生の方でね、通学時間長い方も、電車の中でね、民法の C ブック読んで、スマホでね、条文を調べながら読んでいくだけで相当の勉強になりますので、ぜひね、民法の勉強をこれから続けていただきたいと思います。はい、それではですね、本日、公務員試験、司法試験に直結する民法特別講義、これにて終了いたします。お疲れ様でした。